忙しくしてやる。ああ、僕のハヤブサが。じゃあじゃあじゃあな。どうしよう。そうだ、そんな時は。はい、こちら整備士サンさんです。なんですって？すぐ行きます。お待たせしました。修理しますね。でもまたノイズに邪魔されたら間に合わないよ。そうですね。天才サンさんひらめいた。ここをこうしてこうしたら僕のハヤブサどうなっちゃうの。サンさんキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。できた。なんか横に変なのついてるけど。まあまあ、ほら早く行かないと。そうだった。サンさん整備士ありがとう。ふふふ、大変だ。パンダの親子が困ってる。どうしよう。なになに、変身ハヤブサロボット。なにこれ。でもこれならよいしょっと。よかったね。戻った。このハヤブサどうなってるの。ふふふ、サンさん整備士、このハヤブサは僕が改造したんだ。すごい、どうやったの。牛乳パックの新幹線とトイレットペーパーの芯で簡単に作れるよ。まずトイレットペーパーの芯2つをテープでペタッと、片方だけくっつけるよ。プランプラン、テープが関節になってるんだね。そしたら片方の端っこだけ2つ切れ込みを入れて折り目をつける。これ何に使うんだろう。次は肩の部分を作るよ。細長い画用紙を用意してね。そしたらこれをカタカナのコみたいに折ってね。これは簡単だね。折り目をつけた方の芯の穴の上にさっき折った画用紙をかぶせます。テープでしっかり固定して、はい、これで腕の完成。僕もできた。よし、じゃあ次は胴体を作るよ。新幹線のノーズのところを下の部分だけ残してカッターで切るよ。カッターは危ないからお家の人に切ってもらおうね。はーい。そしたらこんな感じにパカパカするようになるよ。僕の顔がニョキッと出たとこだ。そうそう、何度も開け閉めできるようにストッパーを作ろう。片方にカッターで切れ込みを入れて、もう片方に細長く切った紙を貼るよ。こうすると、わあ、今度はパカパカしないでしょ。そしたらさっき切ったところの両端に最初に作ったトイレットペーパーの芯の腕の切れ込みをくっつけて、ペタペタ。じゃーん、これで上半身が完成したよ。すごい、もう半分できちゃった。最後に足を作っていこう。新幹線の後ろの車両を縦半分にするよ。せーの、パッカーン。そしたら今度は横半分に切るよ。この時ここだけ切らないで残しておいてね。チョキチョキチョキ、できた。こっちもパカパカする。これで両足が完成。胴体と一緒でここもストッパーをつけておこう。牛乳パックの口のところに足をこんな風にテープでつけたら完成。ドクターイエローロボット、やった、できた。もういたずらはさせないぞ。反省しなさい。そうだ、ごめんなさい。おやつの時間だよ。くもりん待って。なにこ
すわね。うちの庭から埋蔵金が発掘されたのよ。埋蔵金ってことはお宝がたくさん。うっそー。さあこの鍵で開けるわよ。ドキドキ、ワクワク。あ、鍵が逃げた。追いかけよう。とも探してきて。でもどうやって。よしクモリン行くよ。え、どういうこと。おりゃー、わー、サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。わー、とここは下水道。この懐中電灯をつけてみて。パチンかな。わあ、見える。よし、これで探そう。おお、道が分かれてるよ。どっちが正解だろう。とりあえず上に行こう。ああ、クモリン、ちゃんと考えてよ。いやあ、ネズミ。ほら、やっぱり下の道へ行こう。あれ、また道が分かれてる。今度こそ上だ。あー、クモリン。いやー、クモー。さっきと同じパターンじゃん。下の道を行ってみよう。もう怖いのいませんように。あれ、クモリン見て。土管だ。どこかに繋がってるのかも。土管だけにドッカーンって爆発したりして。よし、入ってみよう。ここはキッチンだ。あの土管、電子レンジに繋がってたの。ちっちゃくなってみるキッチン楽しいね。フライパンがこんなに大きいよ。スプーンもこんなに大きい。ほんとだ。あ、見て見て、おやつが置いてある。おいしいぞ。誰のかわからないから勝手に食べちゃダメだよ。はい。さて、もう少し探検を続けようか。おー、ありゃ、おっとっとっとっ、うわー、クモリン、僕も行くよ。それー、あれ、また下水道だ。クモリン大丈夫。火が回ったよ。早く鍵を見つけてお家に帰ろう。今度こそ上の道から行くよ。もうしょうがないな。これは？カニじゃなくて、カキだ。なにそれ？下の道はどうだろう？あ、これは！カギじゃなくて、クギだ！よっしゃー！一体どこにあるんだろう？あ、サンサン、あれ見て！ん？もう、クモリン、あれはカギじゃなくって。うわ、カギだ！やったー！よし、これでお家に帰れる。え、なにこの音。わー、なんか水が来たよ。下水だから水が流れてくるんだ。わー、わー、ここは海。クモリン、鍵は。あれ、あんなところに。でっさめだ。逃げろ。僕の雑巾、埋蔵金。
1の方。色が変わった。ミラモギリ。すごい。ありがとう。もしかして鬼滅の刃の炭治郎？え、へん。僕は炭治郎さん。炭さんだったの？仕掛けを作って変身したんだ。私も変身したい。僕も。じゃあ作ってみよう。みんなも作りたいと思ったらグッドボタン。まずは絵を描いてみよう。四角く切った紙と同じ形に切ったクリアファイルを使うよ。まずは紙に好きな絵を描いてみよう。私はあの子になりたいな。僕も決めた。色もしっかり塗ってね。絵ができたら紙とクリアファイルをくっつけよう。端っこをのりでくっつけてペタッと。そしたら黒いペンでクリアファイルの上から絵をなぞろう。ゆっくりと。きれい。絵の端っこには細長い紙を折ってのりで貼り付けておこう。次は？今度は絵を入れるところを作っていくよ。大きな画用紙にこの絵の2枚分の大きさの四角を描いて、こっちに1センチくらいはみ出すように線をまた描いてね。こうかな。そしたらハサミで周りを切ろう。チョキチョキ。切ったらこっちの紙の端っこを持ってここの線のところまで折ろう。こっちも線に合わせて反対に折るよ。今度は窓を作るよ。こっちの方に大きな四角を描いて切り抜いていこう。できたよ。今度は中に紙をセットするよ。少し縦に長い紙をこの窓に合わせて端っこを折ります。そしたら糊をつけてここにペタペタ。この端っこも糊をつけてペタペタ。これで準備 OK。 あとはこの中の白い紙をこの絵で挟み込むように入れるよ。こうしてできた。上手にできたね。あ、ブリル、もしかして？ふふ私はねずこに変身してみたよ。かわいい。もうもうねずこの真似だ。僕もできたよ。くもりは誰に変身したの？あ、わかった。ね、あー、鬼がまたやってきた。私に任せて。もう水もぎり。まだ鬼があそこに攻めてる。カモリン危ない。雷の呼吸一の方。霹靂一閃。寝たまま。僕全然覚えてないよ。不思議。あ、カラスさん。え、向こうにも鬼が。よし、みんなで行くよ。僕お腹すいた。みんなはどの絵が良かったかな？ LINE で教えてね。もちろん僕でしょ。そうだ。ふやー、カラスを育てて、みんな驚かせてやる。お腹すいた。今日のご飯はオムライス。あぶつかるぞ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。中に生き物さんがいるかも。みんなも気になったらグッドボタン。こうしちゃいられない。卵を温めて孵化させよう。何それ？
卵から赤ちゃんが出てくることだよ。わーい、僕ママになるの？ママというかパパかもね。僕がずっと一緒だからね。僕がママですよ。戻ろうか。